初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、どうぞ。失礼します。はい。お願いします。これは、一体うちの妻のコツコです。妻？はい、昨年ちょっと結婚させていただきまして。結婚？はい、あの式の方もちゃんと挙げまして、あの正式に結婚という感じで、はい、昨年7月教会で結婚式を挙げた小松さん。お互いを尊重し永遠に愛することを誓います。令和6年7月7日じゃないか。せっかくの結婚式だぞ。やめて、恥ずかしいよ。大丈夫だから。しかし参列者は一人もいませんでした。女性との交際経験なしの小松さん、それでも楽しそうにコツコさんとの結婚生活を送っています。コツコさん、ちょっと疲れたね。いつもみたいにマッサージしちゃっか。あ、すっごい肩凝ってるね、これ。わ、すごい、首も凝ってるわ、これ。ちょっとマッサージしよっか。取れた、取れた。首取れましたよ。いや、あ、ほら、ぐるんってなって。そういう取れたとか一生懸命やめてもらっていいですか。壊れましたね、人形がね、これ。あの人形とか、あの壊れたとかも。いや、やめてもらっていいですか。ごめん、ごめんね、ちょっと痛かったよね。大丈夫だよ、気にしないで。ああ、ありがとう。よしよしよし。それよりも私、お腹すいた。あ、お腹すいた。よし、じゃあなんか食べに行こっか。やったー、嬉しい。よし、じゃあ行こう。よし。そんなこと言ってるんですか。いや、言ってますね。はい、なんかこういうのって、割と会話を普通にできたりもするので。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい。なんか過去にすごいトラウマがあったとかではない。いや、普通に、あの、私はもうコツコさんが好きなので、大丈夫です。嬉しい。じゃあ、行こっか。仲良しそうに手をつなぎながら歩く二人。一体どこへ向かっているのでしょうか。これからイタリアに行きたいと思います。いらっしゃいませ。1名でよろしいですか。いや、あの、2名ですね。2名。あ、なぜお連れ様が来られるみたいな感じですか。あ、いや、あの、普通に私と妻で2名です。はい、かしこまりました。それではこちらの席へどうぞ。はい、よし、やっと座れるね。いつも2名って言うんですか。そうですね、普通に2名なんで。2名。はい。いや、1名と人形が1体。今単純に普通に私と妻で2名ですよね。まあ単純な話ですよ、それは。はい、普通に2名ですね。2人です。まあ行儀悪いですけどね。あ、久しぶりの外食でちょっとテンション上がっちゃった。楽しみだね。お待たせしました、お部屋です。 ありがとうございます。はい、失礼します。コツコさん、今日暑いからね、水分しっかり取ろうか。あー、大変だ。あ、コツコさん、ちょっとお漏らししちゃったじゃない、これ。ちょっと、あー、今日おむつしてくるの忘れたもんね。あー、大変だ、これ。じゃあトイレ行こっかね。一人行ってこよう。
人か。昼食を終え、お次はサイクリング。コツコさん、今日天気いいからちょっと一緒に自転車乗って川でも行きましょうかね。楽しみ。うん、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ後ろ乗って、しっかり僕に捕まっててくださいよ。じゃあ行きますよ。いや、今日天気良くていいね、コツコさん。ちょっと、二人乗りされてますよね。これ法律で違反って決まってるんですけど、2万円以下の罰金になっちゃうんですけど。二人乗り？いや、してないですけど。いや、してるよね。あ、これですか？見ろ。これ、私一人と、人形なんで、これ人形一体ですね。はい。え、今会話しなかった？会話は、いや、独り言ですけど。やめてくださいよ、そんな。え、間違えて、じゃあ私のこと捕まえようとしたってことですか？やめてくださいよ。はい、そうやって確認してください。ほら、これ動きませんよ、こんなの。喋んないし。あー、すいません。うん、やめてくださいよ。どう見ても人形でしょ。何二人乗りって、怖っ。いいですか？はい、すいません。はい、お気をつけて。はい。今一人って言いましたよね。さっきまで二人って意地張って言ってたのに、警察が来た瞬間一人と、なんかもう人形扱いしてましたよね。え、何のことですか？ひどいですね。結婚してるんですよね。はい。でも警察来たら人形扱い。いや、ちょっと分かんないですね。そういうひねくれた性格があるから人間の奥さんができないんですよ。じゃあ別にいらないですよ。友達もいないですよね。だから、いや別に、もう行こう。コツコさん、もう行こう。あ、逃げるんだ。もう行かんよ。じゃあ、コツコさん、川入ろっか。うん、今日は暑いからね、気持ちいいよ、きっと。おー、コツコさん、気持ちいい？気持ちいいんじゃない、コツコさん。ねえ。うん、なんか気持ちいいか。あ、よかった、よかった。うん、今日暑いからね。よし。じゃあ、そろそろ上がろっか、コツコさん。よし、涼しかったね。ね、涼しかったね。よし、じゃあ行こっか。すごく幸せそうなお二人を見れてよかったです。ありがとうございます。これからの結婚生活も愛をコツコツと育んでいってください。骨だけにね。骨じゃないわー！なお前、骨だろ。骨じゃねえ。骨だろ、どう見ても。やめなさい。ボーン。ほら、骨で。あ、骨だろ。マナルタイ。いました、あちらの夫婦に取材してみましょう。こんにちは。こんにちは、私の旦那の平野長です。あ、この方も人形とご結婚されたんですね。はい、そうなんです。でも人形って喋ったり自分で動いたりできないので寂しくないですか？いや、そんなことないですよ。休みの日にはこうやって外で遊んだりとかしますし。ちょっとじゃあその様子を取材してもよろしいですか？あ、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあ直行きましょう。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。直行きましょう。手伝います。いや、大丈夫です。るんです。私たちいつもボクシングとかして遊んでるんですよね。あ、じゃあ、そうなんです、ね、はい、行きますよ。こんな感じで、うん、こういう感じで。お、どうしました？いや、なんでも。なんでもないです。はい、行きますよ。次ラッシュ入れますよ。あれ、え、あれ、え、あれ動いた。あれ、なんかこれ取れちゃったかな、手。あれ、チョウ君、今自主的に動きませんでした、人形。さすがにそんなことはないです。だって人形ですよ。怖いこと言わないでくださいよ。あれ、見間違いかな。
じゃあチョク、今日は天気いいから次プール行きましょう。ね。あ、チョク、腹立って。いいよ。大丈夫？いいよ。チョク行くよ。行くよチョク。それ。よいしょから、このまま少し使ってよっか。うん、あ、チョーク。チョーク、あー、気持ちいいね。ブラーッ！いや、生きとるやないかい。